マルチメディアカードマルチメディアカードとはメモリーカードの規格である MMC と略されるサンディスクとシーメンスが共同開発し1997年11月に発表した企画が元となって1998年10月に設立されたマルチメディアカードアソシエーションが企画の開発維持を行っている サイズは 32mm24mm1.4mm、mm mm、重さは 2g 未満である。インターフェースは7ピンシリアルで、クロックは最大 20Mbps、書き込み速度は最大2 m b ト s ほどである。バージョン4.2まではスピモードがあり、低速で良ければスピバスでの複数デバイスの接続を簡単にできた。記憶容量は、 当初の 4MB から順次増加し、最大 4GB までのメディアが存在する。高速化した HSMMC や、ミニサイズの RSMMC、さらに小型の MMC ミクロ、コンテンツ保護機能がある先 AMMC などのバリエーションがある。このように高速化が進んだ結果、端子数の少ない高速インターフェースとして、SIM カードの高速化や、 超小型ハードディスクドライブ用に ATA コマンドへ対応指定消費電力インターフェースとしてなど応用範囲が広がりつつある。SD メモリーカードとは物理形状、電気特性、コマンドフォーマットで互換があるため SD メモリーカードを使用している機器でもマルチメディアカードを利用できることが多い。ただし、コマンド自体は機能を機換や追加があり互換はない。 日本国外では携帯電話シェアトップのノキアが RSMMC を外部メディアとして採用していたために需要も大きかったが近年ではそのノキアもマイクロ SD カードにシフトしている。日本ではもともとマイナーだったことに加え上位互換性のある SD メモリーカードの急速な普及によりほとんど見かけなくなり過去の企画と見られていた。 2004年12月に発売された、ノキア製携帯電話ボーダホン 702NK のヒットにより、同端末に採用されている RSMMC の取り扱いを始めるメーカーやショップが現れるなど、一時注目を集めた。加えて、フリーブスドでは、SD メモリーカードの特許問題を回避するため、SD メモリーカードをマルチメディアカードの例外的な実装として認識し、 SD メモリーカードではないと主張、実装が進められている。また MMC マイクロというさらに小型のカードも発売され、また新たにカシオやキャノンのデジタルカメラにママクプラスも対応している。ママクプラスハイスピード32メガバイト EMMC はエンベデッド MMC の略で MMC のコンポーネントを部がパッケージに入れたもの。スピバスはサポートしない。スマートフォンや タブレットなどでよく使われている。JADEC より2013年10月に EmmC5.0 が、2015年2月に EmmC5.1 がリリースされた。EmmC5.0 の転送速度は 400MB。セック。ありがとうございます。